さすがに眠い。しかもおっさんと二人で国防街を洗うなんざ、柄にもねえことしちまったしよ。たくこのガキは。一応仮眠も取ってんだろうが。バンさんたちも半分徹夜みたいですね。私たちも始発で来てるけど、それにしても少し長引いているみたいね。ええ、出立組が戻ってきてないわね。遅れるなら連絡くらいありそうだけど。ああ、牽制はともかく真面目二人に女優だしな。一応手がかりとなりうる情報はいくつか見つかってきている。軍施設近辺での不審者の目撃情報や動力ネットのわずかな異常。ネット上では小規模な侵食の実験と思われる噂もあったわ。あの赤黒い魔装機については、あれ以来目立った話はないけれど。そういえばあのグレンデル、ぱったり現れなくなったみたいだね。ああ、あの妖精ともどもな、侵食に噛んでやがる気はするが。とにかくチビどもが戻り次第動くしかねえだろう。何せ3日目だ。昨日よりヤバい状況にならねえとも限らねえだろうが。そうだな、早いこと。つながったか。と、こんな朝からかけてくるとはな。どうしたんだ、妙に慌ててるようだが。説明しとる暇あらへん。今すぐそこを離れるんや。あんたらこそなんともねえのかよ。
相手はプロでもって狙いは俺たちだ。エレイン、ルネ、レモン、夢たちを頼む。わかった、任せるがいい。急ぎなさい。だとまさか。ああ、振り切ったつもりがまんまと誘導されていたらしい。おかげでせっかくの愛車が傷もんだ。どうしてくれるんだ。ええ、カシム・アルファイド警備主任さんよ。あの人は。ち、そういうことかよ。よりにもよって野郎が、いや、舞台ごとか。侵食による記憶の改変。愛車については詫びておこう。大切にしているのは知っている。だがもはや見過ごすわけにはいかなくなった。アークライド解決事務所、最後に残った A の協力者、お前たちは弊社メイン AI の危険度判定により驚異度 SS プラス、要殲滅対象に認定された。覚悟するがいい。ざけんじゃねえ。誰があんなクズどもに協力するかよ。あんなすごい人ですら侵食するなんて、昨日と同等、いや、もしかしたらさらに。黙ってやられるわけにはいかねえ。油断したら一気に持っていかれるぞ。死ぬ気で食らいついて正気を探せ。はい。驚異度 SS プラス、裏解決や殲滅開始。ザイファ援護するぜ。ブーストが有効だぜ。任務を遂行する。
ラプラスコード起動。セオス、行くぜ。いつでも行ける。覚悟を決めな。バンドノイズライド。荒ぶる風よ、すべてを飲み込め。ザイファ駆動。ここだ。吹き飛べ。とくと見やがれ。舞い上がれ。戦闘継続不能。チャンスだ。ラプラスコード起動。ボンサー、いつでも行ける。続けよ。バイ呪いぜ。だよ。バルバトスレイド。シールド展開。全力でラプラスコード起動。シールセット。シャーカードストライク。セオスだ。いつでも行ける。続けよ。とどろけ。決めろ、アーロン。遊びは終わりだ。どんどん行こう。ザイファ無駄だ。ザイファクドセット。シャーカードストライク。シャーキットシュー。ありがとうございました。行きます。ブーストエレー最大です。はぁ、ブーストのチャンスだよ。この調子で行きましょう。サテライトキュア。助かりました。助かったぞ。荒ぶる風よ、すべてを飲み込め。ゼロ。無駄だ。やあ、アミアスさん。油断は禁物だよ。全力で相手をするまで。
だけそこがねえんだっつーの。残念だバン、玉砕しか選べないほど君の目は濁ってしまっていたらしい。事務所のメンバーを拘束。アークライド所長は始末しよう。いや、アークライド解決事務所、最後に残った A の協力者、お前たちは弊社メイン AI の危険度判定により驚異度 SS プラス、要殲滅対象に認定された。覚悟するがいい。ここは叫んじゃねえ。だがこのまま戦っても、この記憶、絶対に勝てない。絶対に勝てないか。残念だバン、玉砕しか選べないほど君の目は濁ってしまっていたらしい。ともかく黙ってやられるわけにはいかねえ。勝ちきれねえとしてもどうにか道を見出すぞ。驚異度 SS プラス、裏解決や殲滅開始。ザイファ援護するぜ。行くぜ。しまいにしようぜ。帰り討ちだ。
ここはお任せを。大いも光の栄冠よ、我らに息吹を与えたまえ。ありがとうございます。上限アップです。遊びは終わりだ。この調子でいきましょう。ライファ駆動。抗うだけ無駄だ。制限を解除する。チャンスだ。この調子でいきましょう。ここだ。一気に抜けるぞ。そうか。チート情けねえが、バケモン退治は今度だ。離脱します。ジンに風穴を開けたか。だが逃がしません。かな、何を言っているのか分かりませんが、アルマータと結託し悪逆の限りを尽くしたアークライド解決事務所、クレイユ村で殺された人々のためにもここで必ず仕留めます。どうなってやがる。改変、しかも俺たちすら忘れたってことかよ。そこまで。そうか。見事な足止めです。お会いするのは初めてですが、さすがはカシム警備主任の妹さんですね。ですがここは弊社との連携も活用していただけると。そんなお前まで。なんでそっち側に嫌がる、リゼット。理由でしょうか。それは自覚が終わりのはず。本日は弊社とクルガ戦士団との連携役として、そしてアークライド解決事務所の元担当 SC として、リゼット・トワイニング、その最後を見届けに参りました。3年間にわたるテスター契約がこのような形で終了すること、大変残念です。ありえない、リゼットさんまでだなんて。嫌な予感はあったが、やっぱ行かせるんじゃなかったぜ。見知らぬ人、祈りは捧げられましたか。ではお覚悟。 MK 社が誇るアルファイド中隊と中東最強のクルガ戦士団ゼロ番隊の混成部隊、もはや逃げ場はありません。せめておとなしくすることだ。苦しむ場は与えない。そんな、どうすれば。考えろ、何か手は。いいな、やらせはせん。これは新手を連れてきたが、さすがはアブ、転んでもただでは起きないな。フェリーダ、カシム、今すぐ目を覚ますがいい。フェリーダの親父が。それだけやないで。白金の牽制、来ていたか。やあ、お邪魔するよ。バン、アニエスさんたちも無事ね。エレインさん、レン先輩たちも。フェリーちゃんにリゼットさん、やっぱり本当に。ああ、
だが助かったぜ。よく場所が分かったな。実はそちらから情報提供があってね。そういうことだ。人形兵器の提供も感謝する。話は後や、今はとにかく。今のをかわしますか。怪盗グリムキャッツ、それにミラベルも、どうして任務の妨害を。ねえ、何度も説明したやろ。で、ともかく今は撤退や、撤退。この場は我々が引き受ける。お主らは行くがいい。逃走経路は送っといたで。うまいこと切り抜けや。仕方ねえ、とにかく切り開くぞ。ちょっと物足りないけど、いずれまた。消えた。あれが最新のシャード戦術ですか。ミラベル SC のシャードスモーク、ジャミングも兼ねていますね。追跡は難しいかと。そうか。以後は彼らもターゲットに含めるとしよう。ええ。そしてアブ、まだ引くつもりはないんだ。どうして。悪を打つのは戦士としての使命のはず。それに逆らってまであんな大罪人たちの肩を持つなんて。カシム、フェリーダ、よもやお前たちが歪められようとは。しかもそれが戦士たちやよその者にまで。捨ておくわけにはいかん。父として、クルガの副頭目として、アルーシャの名にかけて。11時のニュースです。本日未明、八区旧市街にて爆発事故がありました。首都警察の発表によりますと、旧式動力設備が火元になった可能性があり、管理に問題がなかったかを含めて捜査が進められている模様です。
やっぱり答えているようね。ああ、リゼットもだが、まさかあいつがってのは。この落とし前はつけるぜ、必ずな。